うんうん、そうだな。きっと冗談だったんだよ。アイ、そんな星座聞いたこともないよ。ん？何を言うんだ、メカケ。あの人が嘘なんか言うはずないだろ。嘘かどうかはともかく、世の中には人の心に潤いを与える善意の作り話ってものが。え？あ、この話違うな。え、使えない本だ。今日で一体何日目だろう。あの日からお姉様はずっとこうだ。見つかるはずのない星座の話を探し続けている。それが見ていてつらい。見つからないって知ってる。見つからないって知ってるから探してるんだ。探している間は彼とつながっていられるから。つながっているのだと思い込むことができるから。他の何も見ないで済むから。それは永遠。見つかるはずのない物語を探している。そして誰よりお姉様が見つかってほしくないと思って、いや願っている。サク、あなたがあげた贈り物はお姉様を苦しめてるよ。お姉様、気をつけてね。図書館通いもいいけど、お姉様に何かあったら大変なんだから。うん。でしょ？わかってる。心配かけてすまない。そうだな。さっき拾った捨て猫、お腹の中で温めていたことを忘れてた。凍えてたからね。まあ、
目が離れてて黒くて不細工だったし、捨てたくなる気持ちも心からわかるんだけど、そんなんでも命は命だから。気をつける。うん。こういう時は忘れがたみを残していくもんなんだけどね。さすがはサク、ヘタレだな。そんなこと言うな。あの人はな、とてもとても頑張ったんだ。それは分かってるよ。いや、
自分の家に帰ってきて何が悪いの？お姉さま、あの時お姉さまが言いかけた言葉分かってるよ。愛はサクがいなくなって寂しくないのかって、そう聞きたかったんでしょ。いないのは寂しいけどね。でも、もう会えないってわけじゃないから。だってサクは愛と約束してくれたもん。ずっとお姉さまの味方でいてくれるって約束してくれたもん。だからサクがお姉さまを置いてどこかに行っちゃうなんてことはない。愛、わかってるから。あれは？その星座は流れ星となる。どんな願いだって叶う。ご主人ちゃん、ご主人ちゃん、
おじいちゃん。お主人ちゃんは泣いてしまったからごめんな、ごめんなさい、ご主人ちゃん、ごめんなさい。もう泣かない。あなたの思いを受け止めて、誰よりもあなたのことを理解して、そうしなければならないのに、あの日泣いてしまったから。主人ちゃんが狼から救ってくれた。違う、あなたは鉄くずなんかじゃない。絶対に、絶対に、もしもあなたが剣なら、それは世界一の名剣だ。違う、それじゃ逆だ。しっかりしろ。私の主人はお前だろ。何が使い手だ。お前がしっかり私を使え。うまく使え。私は二民になるものだ。結婚しようって
ごめんなさい。あなたにとても辛い思いをさせてしまった。私はあなたから人として生きることさえも奪い取ってしまった。あなたの命を食らって、二度も食らって、今度はあなたを生まれた種からさえも追放してしまった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ご主人ちゃん、私の旦那様。ご主人ちゃん、私はお前の嫁だぞ。泣くもんか、泣くもんか。落ちてくるとは、あなたも分かってるじゃない。なんてね、二人が揃うのはいつもここだよね。あなたがなかなか帰ってこないから、お姉さま飲んだくれてたんだから、一日一本ずつお酢の一升瓶がなくなっていくんだからね。どうしてくれるの？でも帰ってきたから許してあげる。今度は愛があなたにおかえりって言ってあげる。